皆さんこんにちは、もう4月に入って、すっかりこの動画が出てる頃はですね、桜が散ってる地域が日本でも多いのかなというふうに思います。これから新緑がどんどん広がってですね、町の緑が、まあ、町も野山もですね、緑がどんどん増えてくる時期で、それはまた違う美しさがあっていいなというふうに思います。まあ、今日はですね、まあ、最近やたらとメディアがですね、まあ、やたらとというかですね、やっと取り上げるようになってきた、まあ、チャイナにおけるウイグル、東トルキスタンという独立国で、あったその地域のことについてですね、人権のですね、もうひどい抑圧について、少し思うところをお話をしようというふうに思います。この、まあ、チャイナのですね、北東側に、まあ、今不当な占領をされたままになっているですね、まあ、チャイナは新疆ウイグル自治区というふうに呼んでいますけど、まあ、東トルキスタンというですね、独立国だったところを、まあ、チャイナがソ連とですね、まあ、裏でいろんな話をしながら侵略をして、占領をしてですね、そしてその数十年占領する中で漢民族をどんどん入植をさして、もうウイグルのもともと住んでた人たちをですね、どんどん、まあ、衰退を、民族として衰退をさせる方向に進めてきたと。その衰退をさせる方向に進める今かなり最終段階に差し掛かってきていてですね、ウイグル人を強制収容所に大量に入れたり、あるいは女性がですね、ウイグルの子供をこれ以上産まないように人工で強制的な不妊手術をさせたりですね、あるいは新しく生まれたウイグルの子供に対してですね、親元から引き離して、強制、洗脳キャンプのようなところに連れてってですね、中国共産党万歳ということをもう徹底的に教え込んで、もちろんウイグル語は教えないと、まあ、中国語だけを喋れるような子供にしていくということ、そしてそういうことに、まあ、抗議をした人間はもちろん少しでも疑問を持ったりですね、疑問を持っていそうだと思われる、あるいはそういう素振りすらない人間でさえもですね、これ幸いとばかりに虐殺をして、まあ、一度捕まえてですね、まあ、牢屋の中であればどういうふうに死んでもですね、全く彼ら中国チャイナの連中は、まあ、気にしないようなそんな人権感覚の連中ですから、捕まえて、あるいは捕まえる時に殺すようなことも普通に行われてしまっていると、まさにもう、そして大量に収容したウイグル人を、まあ、少しでも反抗的だと思われるような態度を取ったらですね、集団でもう殺してしまうというようなことも実際に行われ続けてきました。まあ、こうしたことは目新しいことではなくてですね、もう数十年来、そのウイグルから日本に逃れてきた人たち、あるいは欧米、やですね、民族的に近いトルコに逃れてきた人たちの
口からですね、真実味を極めて帯びた形で述べられてきたことであってですね、そうしたことが証言をされているのはですね、ここ1年2年ウイグルというものが欧米や日本のですねニュースメディアにだんだん出始めたこの時期に新しく出てきたものではなくてですね、もう何十年もそういうようなことは言われてきていたわけであります。そして私もこのウイグル問題というのはですね、実に恐ろしい問題であって、日本人としてですね、日本人の義としてまずこういう不正義は同じ、東アジア地域、中央アジアにかかる地域にもなってますけど、で、見過ごしてはならないという気持ちとですね、同時に日本の国益という観点からもこうしたものを見過ごしていては、チベット、ウイグル、香港、南モンゴルもあります、香港、そして台湾というふうにですね、チャイナの人権を蹂躙するやり方でですね、民族がどんどん抑圧をされていくと、平和な地域がですね、破壊をされていくというような方向に順を追ってですね、なってしまった、あるいはなろうとしているところがありますが、そうしたものを日本が座視しているとですね、そのチャイナの膨張した毒牙というものは日本に直接、今はまだ間接的なところが大きくてですね、日本に直接乗り込んで、日本人を虐殺したりというところまではチャイナはそこまでの力はまだ持っていませんけど、これから膨張をして10年20年進む中でですね、そういう力を持つ時期が今日本が座視しているとですね、来るというふうに考えた方が私は自然だというふうに思います。そういう意味で、ウイグルでこうした恐ろしいですね、人間というものの尊厳が全く無視をされ、民族としても尊厳をですね、徹底的に破壊をされ続けていると、そういうようなものを座視してはいけないという思いで、ウイグル問題の地方議員の連盟というものをですね、仲間と一緒に作って、国会議員のそうした議員連盟と一緒にさまざまな活動を進めてまいりました。そういうウイグルの方の話を直接聞くということを、講演をしていただいて、たくさんの人に聞いていただく、政府にもそうした問題について取り組みを求めていくと、そして地方議会でも決議をすると、決議をしても中国、チャイナはですね、そうしたものに耳を貸すかというと、当然ながらそんなものは耳を貸すわけもないんですけど、まずは公の人間として明確な意思を個人でも示し、そして決議というのはある程度のまとまりを持たないとできないんでですね、そういう団体でも示していくと、そういうごくごく最初のスタートラインから始めていこうということで活動をしてきました。もう十数年ですかね、12、3年そうした活動に参加をして、街頭での演説やデモ活動なども行っていましたが、そうしたところにですね、
まあ、日頃人権というものがですね、言葉が大好きな新聞社、まあ、朝日新聞をし毎日新聞等ですね、来て、これは大変な人権侵害だということですね、当事者の話を報道したり、日本での抗議のデモやチャイナの大使館前での活動についてですね、報道してくれたかというとですね、もうほとんど、まあ、報道してくれない、まれに、まあ、共感してくれる記者がいる場合ですね、その記者の、まあ、理解というかですね、思いのもとで、報道されるということはたまにありますけど、本当にちっちゃな記事でしかなかったりするわけで、あります。まあ、一方でこう人権が蹂躙されたのかどうかよくわからないような事案だったりですね、もう明らかにこう嘘だというふうにですね、言われている、まあ、従軍慰安婦なるもののですね、強制連行されて性奴隷されたというような、まあ、嘘っぱちの証言やそれをもとにしたですね、まあ、デモ活動だったりですね、日本政府に抗議する活動云々というのが、まあ、外国勢力や、まあ、日本のそういうのが大好きな勢力がですね、騒いでいるのを見かけますけど、そうした問題についてはですね、全く嘘だというのが多方面から指摘をされて、歴史的な事実が出されてですね、かつその被害を受けたと言ってる自称性奴隷の慰安婦の人たちの証言というものがですね、どこまで、真実なのかというものを裏を取りもせず、また鵜呑みにしてですね、それはひどいと、日本はやっぱり昔ひどいことをしてたという文脈で活用できるからというんで、まあ、の渡りに船として使っているのかもしれませんけど、裏も取りもせずですね、垂れ流し、そうした集会やデモにですね、大した人数が集まっていなくても大々的に報じるというようなことも行ってきた、この異常なダブルスタンダード、日本の多くのメディアがそういう姿勢を取ってきました。